皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はこういったケーキにデコレーションする動画になります。いつもはねこういう感じの動画はあんま撮らないんですけれども、今回はホイップを絞るだけです。上のトッピングは後でやるのでそれはやらないんですけれども、このホイップを絞っていきます。はい、それでは早速やっていきたいと思います。今回はシェルかな。はい、まず周りを絞っていきますね。どういうアングルで撮ったらいいのかな。ちょっと無言ですがすいません。ちょっと真剣にねやるので。今んとここんな感じです。はい、あともうちょっとですね。よいしょ、こんな感じで絞れました。わかるかな、シェルです。はい、これをねちょっとこのケーキはもう置いとくんですけれども、この絞るのをちょっとやってみたいと思うのでカメラちょっと下げますね。ちょっと斜めだけどちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい、ちょっとここでやってみたいと思います。これはまずヒュッとやって、その後こうやるんですよ。でその後またこっからやってヒュッとやって、それをこう続けていくっていう感じで、ちょっとねティッシュで手のひらだから難しいんですけど、ちょっと変になったんですけど、こんな感じです。はいはい、こんな感じです。というわけでホイップを絞る動画でした。ご視聴ありがとうございました。